おはようございます。キヨです。ゴールデンウィークの中日を過ぎたところで、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、僕の方もですね、動画の方を1週間ほどお休みさせていただいておりましたけれども、えー、そろそろですね、復帰しようかなというところでございます。で、今日がですね、収録日5月6日というところなんですけれども、えー、ちょうどですね、車に乗っていたらゴムの日ですよっていう風に、えー、カーナビが教えてくれたというところで、 5月6日ゴムの日ということで今日はですねタイヤの話を少ししてみようかなというふうに思います、えー、特にですね国内の各大手エアラインがどういったタイヤのストラテジーいわゆる、えー、管理をしているかというところも含めてですねお話ししていければと思っていますので最後までお付き合いいただければと思いますというところで早速やっていきましょう はい。ということで、タイヤの話ということなんですけれども、今見ていただいているのはですね、A32NX の中で 8K のテクスチャーで作り込まれているスカンジナビア航空のギア回りっていうところなんですけれども、ちょうどですね、ブリジストンのタイヤが装着されているという形ですね。航空機用のタイヤ、いわゆる大型のタイヤですよね。こういった大きなタイヤを作っているメーカーというのは、 自動車用のタイヤと違ってですね、非常に限られていて、ブリジストンとミシュラン、それからグッドイヤーっていう、大きくはこの大手3社が取り合いをしているというところなんですよね。その中の一つでブリジストンが装着されているということですね、はい。ということで続けて細かいところを見ていきたいなということで、ブリジストンの方からですね、公開されている航空機用タイヤの内部構造っていうことで、 こんな形でホームページに出ていたので簡単に紹介してみようかなと思いますで。この構造ですね、非常に何重にもですね、レイヤーが重なっているのが見て取れると思うんですけれども、大きく材料ごとに名称を分類してもですね、15個ぐらいのパーツで構成されていて、さらにその中でも何枚も貼られているような、こういったレイヤー状のものもあるということで、 かなり内部構造っていうのは複雑になっているんですよね。また合わせてですね、こういった複雑な構造を大きなタイヤで実現させようとすると、なかなかですね、乗用車のタイヤのように簡単にというと語弊があるかもしれませんけれども、どんなメーカーでも作れるというわけではないということなんですよね。そうなった時に限られたメーカーのみが作ることができるのが、 こういった大型のタイヤということですね。特に小型機向けのタイヤっていうところでは、もう少しですね、ラインナップとして取り扱っているメーカーっていうのも出てくるんですけれども、いわゆる一般的に旅客機向けというふうに呼ばれる分類だと、大手の3社に絞られてくるっていうことで、こういった構造的な難しさがあるというのも、押、え、さ、ー、えておきたいポイントかなというふうに思います。 次に、こういったタイヤの寿命というところなんですけれども、どうしてもですね、航空機も離着陸を重ねているとですね、どん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 表面が削れてきて、一般的に乗用車と同じですよね。溝が削れて、徐々にグリップ力が低下するということが起きてきます。こういった場合に、乗用車の場合はタイヤを交換するということで、どうでしょう。走る距離にもよると思いますけれども、 毎年1万キロ、1万5千キロっていう距離を走っていると、およそ2、3年に一度ぐらいですね、新しいタイヤに交換するなんていうことをすると思うんですが、航空機も同様に交換の時期を迎えた時にですね、これまではですね、全く新しいタイヤを交換してつけていたわけなんですけれども、最近はですね、すべてのタイヤをですね、1から作るとお金もかかるし、材料もかさむっていうところで、リトレットって呼ばれる 特殊な加工を行ってですね、表面のこの溝を切ってあるところだけをですね、剥がして、で、新しく溝の切られたゴムを表面に付け直すっていう、そういった技術があるので、タイヤ自体の交換っていうのは非常に回数が減っていて、その代わりリトレットっていう技術でタイヤの表面を張り替えて何度も何度もリユースしていくというふうに変化が起こっているということですね。 ちなみにこのリトレットという技術ですね特に日本のリトレット技術っていうのは世界でもレベルが高いっていうことでわざわざ日本に就航している機体に取り付けて持ってきてですね日本のファクトリーでリトレットを受けて新しく表面を付け直してもらったものを持ち帰るということをですねしているぐらいに特に世界中のエアラインから信頼されているパートでもあるという点は日本で航空業界を知るという意味でも 知っておきたいポイントかなというふうに思います。はい、というところでですね、タイヤの三大メーカーですね、ブリジストン・ミシュラン・グッドイヤーというところと、あとは内部構造ですね、非常に複雑で大型のタイヤを作るっていうのは高い技術力が求められるっていうところで、これらの三社に限られるという点、それから航空機用タイヤのメカニズムっていうところで、 表面の溝がですね、減ってきても、乗用車のように単にすぐにですね、交換するのではなくて、表面のゴムをですね、引き剥がして、で、新しく溝が切ってあるゴムをつけるっていう、そういったリトレットという技術が一般的に使用されていて、そういったサービスを提供する中でも、日本の技術力というのは世界でも特に高く評価されているというところの紹介でした。 最後にですね、この3社のですね、競合具合っていうところをちょっと紹介してみたいなと思うんですけれども日本国内において青い方のエアライン大手エアラインに関して話をするとこれまでですねリスク分散の観点からも先ほど紹介した大手3社をですね広く、えー、同じようなシェアで使ってきたということなんですけれどもここ最近グッドイヤーの信頼性が低いということでグッドイヤーを廃止して ブリジストンとミシュランの2社で統一していこうっていう、そういった動きがあるっていう話もですね、以前キャッチアップしたことがあるので、もうその2社で統一されたのかどうかっていうところまでちょっと確認取れていないんですけれども、気になるポイントってことで、今後空港などでこういったギア周りのところを見る機会があれば、ぜひチェックしてみていただければと思います。というところで、ちょっとした最新情報をお届けしたところで、 今日の動画はこれぐらいいいで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ動画の高評価そしてチャンネル登録していただいて毎朝の配信見ていただければと思います。というところで本日もご視聴いただきありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。